私の白黒があるのでどう変えようかなっていうところら辺はまずありましたね。似たようなものだとあんまり存在意義が薄くなってしまうので変えたところら辺が価値につながればいいなっては思います。見て楽しむっていうのとはちょっと作品の質として違うんですが、見て感じてもらえたらいいのかなっていう。ネタバレになっちゃうかもしれない、使おうっていうのはわっと思いましたね。ああそっか、でも ネタバレですよね。喋んない、喋んないですねでも原作知ってる人はそこはやっぱりもうすごい思い切ったとこだったろうなって思ってもらえるかな。良かったと思いますよ、今のやり方で。手塚アニメと一緒に育ってきちゃったっていうところありますよね。アニメーション自体50年経ったからこそ、だからシニア世代なのか知らないですけど、そういう人たちもアニメーションもその年でも見れるようなそういう作品っていうものもあっていいと思うし、それが手塚作品で実現できたらもう一番いいんじゃないかなっていうのはあるので、できれば全世代見ていただけたら本当にいいとは思うんですけど、その割には少しハードな描写もあるにはありますが、私はそこはあんまり隠さなくてもいいかなとは思っているので。現実がハードですもんね。少量の毒って薬になるわけじゃないですか。子供に見せてもいいようなものとか隠しちゃいけないものっていうのもあるはずですけどね。その言われる前から自制するっていう風潮があるので、じゃあどこで子供は世の中のそういう部分不条理だなんだみたいなものを知るのかって話で、それがアニメであってもいいとは思うんですよ。私は今の映像作品想像力を喚起しない気がするんですよ。なるべく想像力を育むような作品を作りたいな。ドロロ1月7日放送開始、皆さん見てください。見てね、お願いします。